どうも、こんにちは。カジノソウです。久しぶりに工作動画を出そうかなと思いますが、今回のテーマはこれです。はい、ゲコゲコ系ですね。カエルとかセミとかのイメージですけども、結構簡単に作れるんで紹介しますね。まず必要なのはこの木の棒ですね。これは10ミリかもしくは12ミリぐらいの丸棒がいいと思います。で、カッターでこう鉛筆を削るようにして、ここにくぼみを作ってあげると、要するに紐が抜けないようにしてあげるわけですね。で、切るのはこれだけなんですけども、ポイントがあります。このね、こする音が反響してるんですけども、こする音を出すためには松ヤニを塗るという作業が必要になるんですね。松ヤニというのは、僕はこんなのを使ってるんですけども、バイオリンのこう弓に塗る松ヤニっていうのがあって、それをこう砕いて使ってあげてるんですけども、基本的にはこれが一番いいかなと思います。例えば野球のロジンとかもありますけども、全然ならないので、基本的にはこのバイオリン用の松ヤニっていうのが一番向いてますね。で、ここにね、どうやって塗るかっていう問題があるんですよ。結構松ヤニを塗るのって難しいんですけども。で、このやり方はですね、例えば、ここに液体糊を塗って、そこにこの松ヤニの粉を振りかけてあげます。で、あとはその状態でコンロとかで炙ると、松ヤニが付着するということですね。よく見ると焦げてるのがわかると思いますけども。こんな感じで松ヤニ付きの棒を作ります。あとはこういう共鳴体を用意して、間をね、紐で結んであげるだけですね。テグスがおすすめです。木綿糸とか、タコ糸、絹糸とかだとですね、結構よじれがきつくて、回転が止まっちゃうんです。こう、やってる間にこう巻きついちゃって、結構鳴らなくなっちゃったりするので、できるだけ滑らかなテグスがおすすめですね。あとは、テグスの太さを変えたり、共鳴体を変えてあげると、全然違う音が出せたりしますね。あとは、そうだな、例えば、もうちょっとちっちゃなゼリーの容器ですか。結構甲高いですね。はい、テグスがやっぱ細いとね、ちょっと高めの音が出るような印象がありますね。で、抜け止めには、僕はこういうクリップを使っていたりしますけども、その辺は何とでも工夫をすればいいんじゃないかなというところでございます。ということで、ゲコゲコ動画ですね。はい、ぜひやってみてください。